ファシノコのフォ話。あなたのアイドル最後はピン。ようやく会えたね、嬉しいね。皆さんこんばんは。テレビアニメ推しの子アクア役の大塚武雄です。はい、こんばんは。ルビー役の井川ゆりえです。はい、現在東京 MX 他にて放送配信中のテレビアニメ推しの子、皆さんと一緒に推していく生配信ラジオスタートしました。はい、第5回目です。すごいぶっこんでくるじゃないですか。打ち合わせになかったなかったですよこんな打ち合わせしないだろポッて言うからねっつって言わないよそんなの。いやだってなんかねえ、今日カタカナ多いのよ今日、うん、みんな作家さんも嘆いてたけど、カタカナがいっぱいだ。さっきからフォフォフォってますよ皆さん。はい、まあね、はい、先週ですかね、の木曜日ですかね、うん、あのめむち役の大久保留美さんと黒川茜役の岩見真中さんによるいちごプロダクション給湯室が放送されていましたけども、皆さんご覧になっていただけたでしょうか。ね、盛り上がって、すごい盛り上がっておりまして、ねえ、まあ、そこでもなんかメルトのお話も出たりした、出たり、いやもう今日は楽しみですね。そしたらものすごく、もうだからメルト推しがねすごいんですよ。やっぱ多い。いや僕も大好きですけども。私も大好きです。現場も大盛り上がりでしたからね。本当でしたよね収録の時は本当に面白かったです、ね。まあ、そんな話はまた後ほど、うん、伺ったりもしていきたいんですが、はい、まずアニメとしては、まあ、振り返ると6話と7話ですかね、うん、放送されましたね、この推しの子のお話までですと、はい、うんうん、いやなかなかね、もう波乱の展開と言いますか、まあ、本当に衝撃的な、うん、なんだろうね、そのアニメでその描くことの意味というか、はい、あのね、SNS の声とかって声がつくっていうのは、ね、はい、まあ、皆さん予想してかわかんないですけれども、でもなんかあれってすごくなんか意味があるなって僕は思って、やはりこう映像で見るっていうのは、そうそうそう、まあ、あとそうね、あのカナもね言ってたけど、やっぱ何の気なしの独り言っていうのがね、はい、うん、茜にはああいう風に聞こえてるっていう、なんかそういうなんか意味でもちょっとなかなか刺さる、うん、お話だったなっていうのが、まあ、6話ですかね、はい、でした、うん、そして7話、ね、7話で、いやー、あのこれ話飛んじゃうかな、うん、一番最後の茜ちゃんというか、もう岩見さん、あれがね正直でもね、はい、最後全部持ってったっていうね、本当ですよね、ありましたよね。まあ、それまでそのアクアがね、こういろいろこう奔走してというか、うん、なんかね、そう結構アクアのその復讐以外での立ち回りっていうんですかね、うんうん、自分の復讐とはまた別のちょっとあの怒りを持った行動みたいなね、はい、ところもあれはあれで面白いと思うんですけども、もうでもそれを全部茜がかっさらっていきましたね。かっさらっていきましたね。あんなにこう部屋の壁に付箋貼って調べて、 あんなすごすぎますよね、茜ちゃん。原作読んでてもね、ちょっとなんか結構ゾッとするところもありましたけども、はい、アニメでね、またさらに、さらに、あと最後のさ、はいはい、あの愛を演じるというか、あのシーンのなんか、あのシーンめちゃくちゃなんかヌルヌル動いててね。きっと皆さんも、わすごい動いているってなってると思います。最後の絵がなんかすごいな。いやもうなんか全て含めて全部持ってってくださいましたよ ね、 うん、この先が楽しみではあるんですけれども、はい、楽しみで、まあ、次回はね、うん、振り返り特番となりますので、ね、はい、まあ、そちらもぜひ、ご覧いただければと思います。ということで、今夜はリスナーの皆さんを一人にさせねえため、成島メルト役の前田誠二さんが登場します、はいはい、ぶっ込みますね大塚さん。いやーちょっと、いや難しいな、でもカタカナで、はい、カタカナでね、一人にさせねえって書いてねえ、はい、これまあそう、先ほど言ったようにね、いちごプロダクション給湯室の方でもメルトの話で盛り上がって、うん、まあ、大久保さんも岩見さんもメルト推しっていう、推しということで、そう、この前直接ねお会いして、うんうん、あの伝えておいてくださいっていうメモをされたんですけども、ね、いやーだってね、本当に魅力的すぎますもんね。本当に結構いるみたいですね。魅力的で
ですから、うん、ほらもうなんかコメント欄がカタカナばっかりになってる。読むのが大変なんですよ、カタカナ難しい日本語って難しいなフォマエ、やっぱフォマエがフィッフィー一人にさせねえよみんなメル投資ですね。そんなメルタイプの前田さんにちょっとご投資いただきたいと思います。そして生配信ということで、はい、メッセージテーマを設けて皆さんからメッセージを募集したいと思います、うん、今回のテーマはメルトに言ってほしい応援セリフということで、はい、リスナーの皆さんがメルトに応援してもらいたいこと、メルトに、ね、そうメルトに応援してほしいことをそしてメルトに言ってほしい応援セリフ書いて送ってきてほしいんですよ、はい、これはねはい、まあ、例えばなんですけど、はい、今ちょっとテスト前ですごい大変なんです、うん、テスト勉強つらいな、うん、メルト君にこういう風に言葉で応援してほしいですっていう感じで、うん、こう今のね応援してもらいたい状況と、うん、メルト君に言ってほしいセリフの2つを詳細に書いて送ってきていただきたいと思っております。ぜひお願いします。メッセージは番組の概要欄にメールフォームがありますのでそちらまで送ってください。皆さんからのメッセージお待ちしています。星の子のお話。ではお待たせしました、ここでゲストの登場です。イエイヨロ、ナルシマメルテイクの前田誠司でーすフォーマエラこんばんはは最高で、はい、というわけで、ナルシマメルテイクの前田誠司さんです、はい、よろしくお願いしますいや最高だね、大塚さんずるいっすよ頭からずるいっすよ、いや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 本物だって、本家本物です、本物だって皆さん言ってらっしゃいますよ、コメントで、ありがとうございます、皆さんも本物だもう逆に大変じゃないみんなありがとうございます、確かにそうですよね、嬉しいですね、よろしくお願いします、よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、おしろこ現在7話まで放送中ですが、はい、メルトは第3話から、はい、登場ということで、そうですね、うん、ありがたいことに、はい、今日はまの衝撃的な登場でしたよね。そうですね。いや本当にちょっと、まあ、僕ももともと推しの子原作読ませていただいてて、はい、でまあ、オーディションを受けさせていただいてっていうので、はい、すごく嬉しくて、いやすごい楽しみに収録に向かったんですけども、楽しみと同時にやっぱり怖くて、これなんかむちゃくちゃやるけどみんな大丈夫かな、受け入れられるのかなこれみたいな、いやありつつ、これはだって、はい、結構ねその推しの子劇中劇というか、はい、ありますけれども、その中でもまたなんかなんだろう、もう一段階ちょっと別のことをしてるっていうか、はい、なんかそうですよ、だから初めてやった時の、うん、テスト終わった時の空気が、皆さん多分これどっちだ、いい、いけるやつかダメなやつかみたいな、だから僕ちょっとテストの時顔上げれませんでしたもんね、いや、大丈夫か、何をおっしゃいます、いやもう、いやだってね自由にやらせてもらいましたけど、いやコメントが物語っております、あーすごいありがとうございます、そう、最初のセリフは、はい、そのルビーたちがそのなんだパソコンかなんかで京アマの映像を見てるところの京アマのワンシーンっていうか、あそこか、そうですね、その素のメルトではなく演じている、メルト演じてる、それこそお前さみたいな始まったところですよね、はい、確かに、はい、台本も全部、はい、その劇中のセリフは全部カタカナ、そうですね、お芝居中のメルト君の、ね、セリフは全部カタカナで書いてあってなんか全部単語ごとに半角スペースみたいなのが台本に入ってたんですよね、はい、なんで猫を追いかけてたらみたいな、はい、猫を半角追いかけてたらみたいな、全部カタカナで書いてるんで僕が読めなくて、横に漢字で猫みたいな漢字にルビ振るんじゃなくてカタカナに漢字を振るっていう新しい目が滑っちゃうんだから、カ
カタカナって難しいですね。最後のこともありましたね。コメントが よっブリ大根役者あよどうもブリ大根です。よろしくお願いします。軽いなすごいですね、まあうん、でもまあどうしたかね、はい、あと3話、まあ、でもメルト的には特に4話ですかね。3話4話そうですね、うん、本当になんか僕がそのメルト君やらせてもらってる時の、はい、劇中のドラマ中のメルト君はこうなんか大暴投みたいなのセリフの掛け合いにならないような感じにしようと思って、うん、こうやってたんですけど、はい、それこそ喋りもアクセント外したり変なイン踏んだり、うん、息抜いたりとかいろいろやらせてもらったんですけども、うん、自分でやってて自分で釣られるなとか思いながらそのドラマ中のメルト君と、はいはい、普段の髪こねくり回してるメルト君と自分が釣られるなと思ったんですけども、やっぱりね大塚さんとハンさんをしっかりとそのね釣られずすげえなーといや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 僕はアクアはそんなに、はい、なんだろうまあ、特にそのなんて言うんだろうなスノーメルトとやっぱ特に掛け合ってるわけで、はいはいはい、でまあアクア的にもその4話で何ですかねめちゃくちゃにするって言って、うん、そのメルトを焚きつけて、うん、っていうところだったんでその釣られる釣られないはもう特に多分金役のハンさんが、うん、大変だったんじゃないかなとは思いますけどね。よく笑わないでできるなって思いましたけど無理だよっていやそんなのそこからもね、さらにこう、うん、メルト君が、はい、ストーカー役のガーって持ってったのやっぱすごいなって後ろで聞かせてもらいながらやっておりました。うんはい、でも一人にさせねえよのセリフ、はい、めちゃくちゃ取りましたよね。一人にさせねえよいろいろ取りましたね。もう本当にもう全部それこそ全部パターン違いみたいな感じでありますね。これもいいけどこっちもこういうパターンもみたいな。もうちょっとなまってもらってもいいですか、はい、みたいなとかもあって。なんかこう赤先生のこだわりみたいな、うんうん、あった感じでしたよね。それでカブラギ P の、はい、テラスマさんが、はいはい、帰り際に夢に出そうだよっていや本当に最初大爆笑でしたからね。いやでもそれは嬉しかったですね。めちゃくちゃ面白かったな。めちゃくちゃ面白そうだし、うん、なんか聞いてるこっちとしてはうわ大変だっていう、うん、あでもね本当にかなちゃんのセリフでもあった誰が好き好んで下手な芝居するかみたいな、うんうん、もう、ね、僕は心の中でもすごい挙手をここに一番分かってらっしゃるからその気持ちがすごいですね。すごい楽しくやらせていただきました。本当にありがとうございました。いやいつか、ね、いつか、うん、はい違うなんかかっこいいメルト君が見れる日が来るといいですね。いいまたねなんかこれもかっこいいんですけど、はい、ですね。またね、はい。はい。いやこれ一つお聞きしたいんですけど、はい、アフレコの台本にも、はい、お前ってフォマエって書いてあったんですか？いや僕の台本にはお前って書いてましたけど、はい、もしかして皆さんの台本はフォマエって書かれてました？お前だったかとお前思うですけれども、フォマエって書いてあったらさ最初さ誤植かなって思うよね。思いますね。現場でとりあえず聞くよね。おで間違いないですかってなんかこだわりがその息抜く感じで、うん、お前みたいなのやってたら、はい、フォマエにだんだんなってきて、うん、テストの時何も言われなかったんでもうちょっといけると思ってもうちょっといけるかっこいい攻めてらっしゃるさすがだ、うん、そんなやり取りもありました。ありがとうございます、はい、皆さんも使ってください。皆さんフォマエ使っていきましょう。はい、ではメッセージ紹介していきましょう。はいおラジオネーム鳴島メルトの一番弟子さんです。あらありがとうございます。弟子取ってたんだ。弟子取ってたんですね。大塚さん、井駒さん、こんばんは。こんばんは、メルトさん、お疲れ様です。お疲れ様です。メルトさん第7話見ました。黒川茜は常に闇の雰囲気を持っているのが魅力的なんですよね、うん、プロファイルのシーンで徐々に早口になっていく岩見さんの演技も闇を感じることができました。また星野愛、CV 黒川茜、CV 岩見真中ややこしいなの演技もすごかったです、はい、アクアが戸惑うくらいですから一般視聴者の私は度肝を抜かれました。まああれくらいの演技メルトさんなら朝飯前ですけどねお前なさすが一番弟子さんですね。一番弟子すぐそういうこと言うメルトさんなら朝飯前ですよこの本当すごかったですよね。星の子は最新話までご覧になっている、はい、アニメの方も、はいはい、視聴させていただきましたけどももう6話からもう心臓がすりつぶれそうで、いやそうですよね、もう本当に息
すごいもう本当泣きそうになりました。いやからの8話でね、あじゃあちょっと失礼しました、7話、7話ですね、はい、ね、ミルト頑張れと思いながら見ましたけども、やっぱ漫画でもね、原作の方でも読ませていただいてたんですけども、うん、最後のね、はい、ねの表現ぶりがやっぱゾクッときますね。実際にね、ね現場で一緒に収録はしてましたけれども、はい、いやすごいなと思って、うん、ね、お、何ですか？え、おいおいおい、何でもないですよ。なんだすごい、すごい険しい顔してたから。違う、してないですよ。話されちゃったじゃないですか、私のせいか、ごめんなさい。いやいや、うん、すいません。収録一緒にされてて、うんうん、そうそうそう、はい、ね、実際に愛の音声というか、はい、資料聞いて、ね。はい聞いて、いやでも聞いてもできるもんじゃないからね。本当ですよね。なんか、うん、あの空気こう作品の中でも全部もあかねが持ってってましたけど、うん、現場もあ愛だっていう感じになりましたもんね。本当にすごかったです。うん、いやもうそれはもうねご覧になった皆さんも感じてると思いますけども、うん、すごかった、うん。鳥肌だったって。ね、いや本当ですよ。本当に鳥肌だった。本当に立ちました。本当に。すごかったなって思います。うん、ではでは続いてのお便りいきたいと思います、はい、ラジオネームほうじ茶カステラさんからいただきました、はい、ありがとうございます。大塚さん、井駒さん、ゲストの前田さん、こんばんは。こんばんは。鳴島メルト役の前田さんがおしらじにゲストに来ると知って早速お便りをお送りいたします、うん、まず前田さんの下手な演技のお芝居がうますぎてびっくりしました。今日天内でお芝居をしている時のメルト君のカタカナセリフ感、あ、カタカナゼリフ感とメルト君の素の喋りと4話のストーカー役のアクアの芝居誘導によりメルト君の芝居に熱が乗り引き上げられている演技の差がちゃんと出ているのがすごくて声優さんってすげーと感動しました、うん、とのことです。いやそうですね、なんか複雑ですね、その下手な演技が上手かったですっていうすごい、あちあちこちでかしこで言われてるというので、うん、まあでも嬉しいですね。そうですね、まあ、それが狙いですからね、はい、実際どうですか、そのまあ、アクアが、ね、よく見るとお前でしたなみたいな、うん、いやカチンってきましたね。そこのなんか切り替えというか、はい、うん、すごいなんかやっぱメルト君のあそこのブチってきた時のなんか、うんうんうん、メルトに引っ張られていく感じがすごい、アフレコでも一緒に、ね、ご一緒させていただいて、はい、すごいなんかメルト君と一緒に、あ、メルト君と一緒に、メルト君と一緒にアクアに、うん、すごい引っ張られていく感じがすごい、アフレコ中も自分も感じられて、うん、やっぱなんかこのアクアが言うそのなんか掛け合ってこのなんか一緒にこう上がっていくその芝居、うん、面白いよなみたいな、いや本当そうだよなっていうのが、でも改めて感じました。なんかその今までまあね、はい、下手というか棒読みみたいな、はい、演技だったのが、はい、そのアクアに言われてちょっと またこの感情のボルテージが上がって、でもそこでなんか京アマのそのドラマの役に戻れるメルトも、うん、そのセリフがちゃんと出るっていうところも、なんかそこはなんかメルトもうポテンシャルあるなっていうのはね、そうですよね、感じますよね。いやすごい現場慣れなのかなとか思いながら、あそこでだってなんかね喧嘩始まってもおかしくない。お前何言ってんだって、しっかりアクアを見てその意図に気づくっていう、ね、そこなんかメルトかっこいいところ、かっこいい場面、やっぱなんかメルト君もねふざけてるわけじゃないっていうところがなんかちょっと垣間見えてよかったんじゃないかなと思う支援でしたね。いや今後のメルト君が本当に楽しみになる。はい、じゃあ続いて、はい、ラジオネームはっちょんさんです。ありがとうございます。大塚さん、井上さん、前田さん、お疲れ様です。お疲れ様です。星の子第7話拝見しました。茜ちゃんが復活してよかったです。メルトがリアリティショー出てたらどうなっていたのかなと思ってました。メルトの演技がどんどん上手くなってまた仕事をもらえることを願っています。 あれは演技じゃないですもんね。リアリティショーは一応、まあ、そのするなんだろう、ちょっと自分をよく見せようみたいな、ね、いろいろそのスタンスがまちまちっていうのもね、アカも言ってましたけども、すごい髪の毛気にしてらっしゃるんじゃないですか。メルトだったらどうすんだろう、ね、ちょっと鏡見てちょっと今日湿気が今日ちょっとここいい感じになったみたいな。雨やばない。雨の日は撮影 NG かなってなったかもしれない。そんな普通に言うのかもしれないですね。笑えば可愛いじゃんって、うん、あ、それは素敵ですよね。メルト君、あ、でもその、ね、今までその、はい、ここまででも素のメルトっていうのがそんなにやっぱり描かれてないから、うどうなんだろうな、どうなるんでしょう、ね、女性に対してどうなのか、多分男性に対しては、うん、なんだろう、結構まあ
あんまりこうドライというか、そうですね、アクアまあそんなに、うん、まあ、仲良くはないですけれども、うん、でもかなちゃんにはね普通に、そう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 、かなちゃんって言ってたから、うんうん、ね、ああいうテイストなのかなと、割と距離感近めかもしれないですね、うん、そうそう、面白いお便りだありがとうございます。そのIF見てみたいですね。はい、皆さんメッセージありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではここで1曲お届けしましょう。Bこまち愛 CV 高橋理恵さんでハーツキス愛ソロバージョン。少し照れくさい気持ちも素直になれたらいいのに、君に送るよ強い気持ち込めたエールを、気づけばほら笑ってた、見慣れていたこの景色もファンタジーだって、失敗もしちゃうけど今夜は鳴島メルト役の前田誠二さんを迎えてお届け中です、はい、ここでリスナーの皆さんにコメントでアンケートを取りたいと思います。イエイエイ、今回のアンケートがこちら。じゃじゃん、どのメルトが好き選択肢こうなっております。こうなっております。選びたい放題だ。はい、1番髪型を気にするメルト君ですね。さっきの先ほどからありました、はい、あね、湿気やばない湿気のメルト君ですね、うん、そして2番切れるメルト、あ、煽られたやつね、掴みかかって、そして3番謝るメルト、うん、偉い、しかに素敵な表情、偉いそうですね、謝るって大事なことだと思います。できちゃってね。はい、さあ演技するメルトは皆さんお好きだと思いますので、それ以外の選択肢でご用意いたしました。ね、うん、皆さんどのメルトが好きですか、番号で教えてください。おお、どうでしょうか、わー、ご本人的にはメルト役としては、本人的には、はい、でもそうだな、熱くなってる切れるメルトもいいなと思いますけども、やっぱり謝れるメルトも偉いなと思いつつ、ね、湿気気にしちゃうメルトも、まあ、分かる分かるっていう感じですけど僕もあの癖っ気なんで、やっちゃん気持ちがビヨーンってなっちゃうんで、うん、今髪型が、はい、もうメルト君の髪型を、髪型、髪色を、っぽい感じ、ぽい感じになっておりますね。髪色、ね、そうなんですよね。メルトのことすごい意識して、はい、すごい、あの、はい、4、5ヶ月前からちょっと、4、5ヶ月前から、だいぶ気合い入ってますね。いつ呼ばれるかなって思って。ありがとうございます。すごい。放送前から。いや、あ、でも皆さん割れてますね。4って何、 4 いやもう4はだから除外してるんですよ。そう、演技するメルトは除外なんですよ。大塚さんどうですか。いや、でもそのやっぱ謝るメルト、うん、その謝れるっていうのが、まあ、先ほどそのお話もありましたけど、そのなんだろう、ちゃんとアクアのやりたいことも分かってて、うん、でまあ、ね、ひどいこと言われたにもかかわらず、まあ、ちゃんとやっぱ当たっちゃったっていう、それを罪悪感を感じて謝るっていうの、うん、なんかやっぱ優しいというか、根は本当にいい子なんだなっていうのをね、感じられて、僕は好きなシーンですけども、素敵なところが分かるシーンですよね。ちょっと舐めてるだけで悪いやつじゃないんですよね。皆さんすごいばらけてて、はい、今、うん、あの1番を決めるのがすごい難しいですね。まあでも
三冠多いですかね。多いかな。どれ選んでもメルトですよね。どれ選んでメルトみんな魅力的ってことで、まあ、パッと見た感じ3番が一番多かったかなっていう感じでございます、はいね、はい、はい、ということでございました。ありがとうございました。はい、皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここからは本日のメッセージテーマを紹介していきましょう。本日のテーマはメルトに言ってほしい応援セリフということで、はい、リスナーの皆さんがメルトに応援してもらいたいこと、そしてメルトに言ってほしい応援セリフを教えてくださったとのことです、うん、はい、メッセージを、はい、じゃあ紹介していきましょう。はい、お願いします。ラジオネームさくらんぼさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。大塚さん、生駒さん、ゲストの前田さん、こんばんは。こんばんは。最近勉強が難しくてやる気が出ません。お前の頑張り俺は見てるからなって言ってほしいです。じゃあ学生さんなんですかね。最近勉強が難しくてやる気が出ませんね。難しい、なんか簡単な時はこう乗ってどんどんやれるじゃないですか。難しくなった途端にはぁーってなっちゃう時ありません？勉強って。俺はあれだね、数学、まあ、算数の頃から苦手だったけど数学が特にそうだったね。ん、あ、文系なんですか？俺はもうゴリゴリの文系なんだけどさ、そのなんだテストとかでさ、はい、大体その、うん、大きい問題がまあ 1,2,3,4,5 ぐらいあったとするじゃん、はい、で 1,2 ぐらいまではいけるのよ。あ、基礎の問題だから、はい、大体で、あの方程式使えば解けるみたいな、うん、でもそっから3ぐらいになるとなんか応用しないと、それを使ってどうこうしないとできないみたいなもうそうなった瞬間に僕はもう白紙になりますね。わかります。答案用紙が だいたいマイナス1とかプラス1とからへんが相場じゃないですか。わかんなくなって書くのなんかマイナス1率とか高くないですか。算数でそう、わかんないですけど、まあ、ね、あのマークシートとかだったらいいんだけどね、適当に見れるから。本当ですね。鉛筆転がして、そうそうそう、難しいのは大変ということで、ぜひ応援してください。いいですか。はい、お願いします。お願いします。お前の頑張りそれを見てるからね。これちょっと厳しくないですか。大喜利じゃんもう。いや、なんか、うん、放送より濃くなってません？いや、熟成された感じが。あの収録のやつは結構ずっと考えてたんですよ、家で。マニュアル人間なんで。俺ちょっとね、急にやらせてもらいましたけど、ね、いや最高だな。すごいなこの企画。じゃあ続いて行ってもいいですか、はい、ラジオネームよさみのあきこさんからいただきました。ありがとうございます。大塚さん、生駒さん、ゲストの前田さん、こんばんは。こんばんは。メルト君に言ってほしい応援ゼリフですが、私は毎日の食器洗いをめげてしまいがちなので、皿洗いして偉いじゃんと褒めてほしいです。メルト君にねぎらってもらったら頑張れる気がしますとのことです。カタカナで書いてるから読みにくいやつじゃないですか。いや、ちょっと今戸惑っちゃった。失格だ、メルト失格です。いやそうか、皿洗い、まあ、確かに、まあ、家事ね、食べ終わった後洗い物、そう、洗い物確かにめんどくさい、明日でいいかってなっちゃうもんね。いや、そうですよね、食べちゃうシンクに。そうめちゃくちゃわかるね。メルト君に応援してくれたらできるかもしれませんね。ってことはもうあれだ、ご飯を食卓に置いといて毎食後流して、それをこれを探して。あー、ありましたね。あー、愛が宣伝してたやつ。はい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 、そうだそうだ、愛の宣伝の映画館で見たんだっけな。愛ちゃんが宣伝してくださってます。じゃあ応援セリフいらないですか。あの愛のあれを買ってください。食洗機を買っていただいて。食洗機を。あ、すごい。食洗機買おうぜ。ということで。それはもうぜひ買ってほしいですけど、じゃあ、まあ、はい、本当のセリフを、ね、お願いしてもよろしいですか。はい、ではよろしくお願いします。皿洗いして偉いじゃん。だんだん聞き取れなくなってきてるんだよな。恥ずかしいな。俺はお二人にもやってほしいな。いや、まあ、はい、次。はい。はい。長えな。
これカタカナ、はい、カタカナ難しいですね。そうですね、カタカナって難しい。これあのメルトから言ってほしいセリフは読まずに言ってもらえますか。なんか、ラジオネームポレウサギさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私は今勤めている会社に5年パートとして勤務しているのですが、大変恥ずかしながら遅刻癖が抜けず、そこだけが問題で正社員になれませんということで、メルト君から、応援されたら活力として頑張れる気がします、どうかお願いしますということで、セリフがねちょっと長い。カタカナ、カタカナですか。カタカナですごい、はい、読むのが億劫になっちゃう。もうじゃあ、 あの斜線とか入れて、なるほど、ね、切って、ね、遅刻癖はね。遅刻だー。なるほど。どうです、日本さん、遅刻したことある？現場はないです。あ、うん、あ、 あの、うん、あ、ないですね。電車の、あ、違うね、そう、やむを得ない事情で、ね、1時間前に現場に着く想定で来てるんですけど、あ、えらい、あの、なんかそれがギリになっちゃいそうだみたいなことは一回ありましたが、でも今のところは一回もないです。いや、ただこう約束、友達との約束とかで、はい、あ、プライベートプライベートで、 あの目覚まし時計を絶対にかけてたのに、はいはい、かけずにこのディズニーに朝遅刻したことはありましたね。あ、朝早いじゃないですか、そういうのって。それはちょっとなんかね、はい、残念な気持ちになっちゃうね。それなので、 もったいない感じの方が立っちゃうかも。目覚まし時計いっぱいつけることにしました。あー、えらい。どうです、遅刻、遅刻とかされます？遅刻というか朝されますって遅刻とかされます？すごい、そんなフランクに聞くな。朝は最近ちょっとだけ、もう本当に10分とかでもいいから走るようにしてて、おー、素敵。なんかもう軽い、なんか いきなり負荷の高いトレーニングとかすると続かないじゃないですか、はいはい、なんで軽いのから始めようと思って、それ始めると結構朝の目覚めが良くなって、おー、はい、それはなんかおすすめかもしれません。確かに、うん、朝の運動ね、はい、いや、もう朝本当ギリギリまで寝てるからな俺。ああ、そうなんですね、うん、じゃあ遅刻一歩手前に、そうそうそう、遅刻一歩遅刻一歩手前、目覚まし3個かければ大丈夫って学んだんです。私はその事件で、その例えばじゃあスマホで1個、はい、1個、あの、まあ、目覚まし時計1個で、離れたところにもう1個、もう1個、だからもう絶対起きなきゃいけない時は歩かないと目覚まし止めらんないようにしてます。でも目覚ましってほっといたら消えるじゃん。起きますよ、さすがに。遠いところの気づく？気づきますよ。気づかない。気づかなさそう。じゃあもうこの辺に5個ぐらい寄っておいておけばいいですか。そしたらパパ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 。だからスマホのそのアラーム機能はえぐいことになってる。すごい、あるあるですね。あ、すいません、お待たせしました。すいません。あのね、そしたら盛り上がっちゃった。メールじゃない、セリフを、応援セリフを、ぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。ほら、早く起きないと遅刻するぜ。今日の仕事頑張れよ。これはもう正解がもう分かりません。僕にもメルトでいいんですよね。お芝居中のね、あ、これはもうでもね、せっかくですからお二人にも言っていただきたいな。あのお二人の中のメルト、お二人の中に住むメルトで、偽物でしかない。確かにだんだんふにゃふにゃになってきて難しいな。楽しみです。それでは大塚さん、お願いします。ほーら、早く起きないと遅刻するぞ。今日も仕事頑張れよ。すごい、遊び放題じゃないですか。素晴らしい。さすがです。何でもないんだもん。何者でもないんだもん。もどきですからね。自由すぎです。カタカナすごっ。いや、今あのお便りが私の手元に回ってきたんですけど、はい、すごいですね、はい、じゃあ偽物のパート2いきますか。よろしくお願いします、はい。ほら、早く起きないと遅刻するぞ。今日も仕事頑張るよ。だんだんあの、はい、尻上がりになってくるんですね。はい、もうあれです、これは偽です。すごい二頭身のマスコット感があってすごい可愛かったですね。壊れたルビーって。壊れたルビー。まだルビーさんは壊れてないですよ。大丈夫ですよ。いやすごい。ありがとうございます。すごいね、よりどりみどり。はい、では行きますよ。はい、ラジオネームあんみつさんからいただきました、はい、ありがとうございます。次のテストで赤点取ったら生放送も見られなくなるし、アニメ本編も繰り返し見ることができなくなってしまうんですよ、うん、赤点を取らないためにこのセリフをお願いしますとのことです。赤点取ったことある？ないです。俺はある。え、ないないですか？何取ったんですか？数学ですか？数学です。やっぱり
す、A だった気がする。うん、ね、100点満点で15点ぐらい。あ、そうそうそう。でもめちゃ難しいテストだった可能性もありますよね。でも赤点がドンマイです。多分そんなことないドンマイです。まあ、なんか切り替わり時期とかでね、なんか進学とか進級した直後のって結構ねガタッと落ちたりしますよね。わかります。あったけラジオだ。じゃあそれでは、はい、そんな方に向けて行ってもらいましょう、はい、よろしくお願いします。赤点取らせねえよ。そんな点数取って楽しいのかよ。どういうこと？あの、この誰ですか、ラジオネームが。ラジオネームあんみつさん。あんみつさん、これでいいんですか？頑張れます。ちゃんと赤点回避できます？そんな点数取ってくださいね。楽しいのかよ。素敵。じゃあお二人にもやるんです。嘘。これもやるの。嘘でしょ。指示が出ておりますから、上からどんな偽メルトが生まれるのか、大塚さんお願いします。赤点取らせねえよ。そんな点数取って楽しいのかよ。わあ、いい舞台とかから聞こえてきそうな感じでした、張り具合が。最高だ。アクアじゃないよこのコーナー。最高だな。アクアじゃないよ。酔っ払ってるって言われてますよ。いやー、はい、なるほど。あ、はい、じゃあ井駒さん、いいですか。いきます。よろしくお願いします、はい、赤点取らせねえよ。そんなすって、おー、そんな点数取って楽しいのかよ。はい、あの、イゴマの店です。途中そんなセリフあったかなって思って。わーおー、イゴマの店でございます。大変申し訳ございません。壊れてないよ、ルビーは。壊れてないですよ。いやー、いい、最高だな。永遠にできるわ。なんだこれ、ね、皆さんもこんな感じ ね遊んでみてほしいですね。やってほしいですね、はい、遊んでみてください。仲間内というか友達、めっちゃ楽しい。やってみたら、もうどんだけそのナルシマメルトが大変かっていうのが多分お分かりいただけると思います。グッズ化しませんか。グッズ化。押したら声が出るみたいな。た応援セリフが聞ける。札引いたらそれ読む。すごい。売れそうだな。はい、というわけで皆さん、はい、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。続いてのコーナー、こちら、推しクイズ。イエイ。はい、こちらはリスナーの皆さんが自分の推しに関するクイズを出題し、私たちが答えていこうというコーナーでございます、はい、こちらは正解はかなり個人的なもので OK なので、激ムズ問題が来る可能性がございます。頑張りましょう、はい、では参ります。はい、じゃあ僕が出題するのでお二人が答えてください。はい、ラジオネーム下国系さんです。ありがとうございます。僕がやっているアイドルゲーム内の最推しキャラの声優さんと握手サインをしてもらえるイベントに参加した時のことです、はい、あることでその声優さんは僕のことを認知しておられたのですが、そのあることとは何でしょうか。おお、認知問題難しいんですよ。すそんなことある。え、大塚さん的にやっぱりありえないぐらいの感じですか。いや、そんなつながる、そういうつながる方もあるかっていう感じでは。つながってるんですか。まあ記憶に残るってことですよね。まあだからそうですね、声優さん、その握手サインをしているイベントの、うんうん、の声優さんが、はい、その僕このゲコケさんの、はいはい、なんだろう、もうあるものを持っていたっていう。ゲコケさんのあるもの。え、なんか手差し出した時にこうあやとりをこうスッあやとりを返してくれる。それは忘れられないですけどね。確かに前もやりましたよね。あの続きです。あの続きです。あの続きです。次は橋で東京タワー作りましょうっつって。そんなバカな。違います。違うのか。はいはい、はい、そのどんな方でしたっけ。ゲコケさん、ゲコケさんが、うん、とあるあのアプリのスタンプを発売してて、
そのスタンプと同じ顔が来た、持ってますそのスタンプみたいになった。あ、違います。違った、うん、難しいですよ。でも、はい、まあそのこのゲコケさんが、まあ、作ったものですね、はい、うん、ほう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 。え、オリジナル T シャツ？あ、違います。あ、違う、作ったもの。そう、もっと、はい、なんて言うんだろうな、まあ、うん、創作物というか、本、うん、もう一、もう一声。え、漫画。もう一声。それこ、それをちょっと別の、それもなんか、他に、あの、まあ、公式じゃないわ。同人誌。正解。やったーすごい。え、すごいですね。そんなことあるんですか。僕の書いた同人誌をその声優さんが持っていた、ということで、その声優さんはこのゲコケさんのことを認知しておられた。すごい。お互いがファンじゃないですか。そうですよね。ウィンウィンすぎる、ね、そんなことがあるなんて、びっくりですね。同人誌書くか、はい、書くか。どこに持ってくるんですか。営業先に僕が書いた、書いたです。仕事ください。すごすぎる。そして続いてですね、はい、いきますよ。ラジオネーム上美野さんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私は推している好きな漫画を本棚に並べる際に必ず行うことがあります。それは何でしょうか。ん、あー、本棚の、あー、え、もう一回言って。これやってる。漫画を本棚に並べるときに何かするんですって。何かする。それは何でしょう。買ってすぐかな、うん、買ってすぐ、買ってすぐこう本棚に並べる前に、並べる前に、多分私だったらこれ読む前にやっちゃいますね。あ、めちゃ大ヒントだった。読む前にやっちゃう。読む前に、うん、なんかしたいなって思う人がいるかも、はい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 、これはいるかもしれないな。漫画を買って、うん、コメントは、うん、漫画を買って、うん、漫画を買いました。読む前にするということは綺麗にしておきたい。ああ、すごいいい線いってます。はい、そういうことです。綺麗にして水で洗う。そうでしょ。すごい、ちょっと斜め上行きすぎてますよ。すごい強い紙ですね、それ、うん、そうか、うん、うわ、まあ、何かを綺麗な状態で保管しておきたいんですね。なんか、何かを、本買った状態の方を想像してください。え、何かをしておく。本手に入った。漫画はい、買った。推しの子買った。推しの子買った。推しの子買った。単行本。表紙を、はい。表紙とかのとこ見てください。表紙とかのところを見る。うん、見て、それを、表紙を外して。作者のコメントが書いてある。あっ、ダメですね。めちゃ惜しいんですけどね。惜しいんだ。表紙にあるものを考えてみてください。表紙にあるもの。表紙ってか、買った状態で見えるものを考えてください。はい、表表紙。うん。あれか。帯を取っておく。これは正解でいいですか。帯をダメ。あれじゃない、写真撮っとく。あ、違います、叶えちゃった。帯をだから、帯はあってるんですけど、帯をどうやって、どうしてますみたいな、どうやって保存してます。帯を伸ばして、あ、ファイリングしてる。あ、惜しいな。本の、はい、間に挟んどく。あ、違います。違う、あ、違うんだ。よく食材とかに使う。重曹ですか。違います。食材とかを保管するものに入れてるっぽいです。もう言ってますよ、私答え。どうします。なんか、え、ジップロックに入れるの。正解。正解です。すご。帯は外してジップロックに入れて保存しているそうです。ジップロックに入れんの。買ったままの状態を保存したいとのことで、うん、本はジップロックに入れないのね。本はさすがに読みましょう。読みましょう。本はね、なんか読むときだけ取り出すとか、なんかビニールみたいなのつけたりとかして、うん、カバーとかもね、つけますからね。なるほど、面白いな。すごい、帯をジップロック初めて聞いたな。いや、私も初めて聞きました、うん。これは引き続き皆さんからの推しにまつわる個人的なクイズお待ちしておりますので、うん、ぜひ送ってください。さて、ここで推しの子からのお知らせです、はい、テレビアニメ推しの子は東京 MX ほか全18局にて大好評放送中。そしてアベマにて
毎週水曜23時より地上波同時単独最新最速配信中でございます、うん、その他のサイトも、木曜日の23時以降に順次配信しておりますので、皆さんぜひご覧ください。続いて主題歌情報です。YOASOBIさんが歌うオープニング主題歌アイドル、女王蜂さんが歌うエンディング主題歌メフィストが現在大好評配信中。アイドルの CD は6月21日に発売。赤坂赤先生書き下ろし原作小説45510が収録されています。メフィストの CD は現在発売中です。ノンクレジット映像が YouTube にて公開されておりますので、ぜひご覧ください。はい、続いて原作情報です。赤坂赤先生、横槍めんご先生の豪華タッグが描く推しの子は現在週刊ヤングジャンプで好評連載中。コミックスは11巻まで好評発売中です。アニメと合わせてコミックスもぜひお手に取ってくださいね。続いてキャラクターソング情報です。テレビアニメ推しの子キャラクターソング CD ボリューム1からボリューム3が7月の5日に発売でございます。ボリューム1にはスターティーレイン、サインは B、ハーツキスの愛ソロバージョンを収録、そしてボリューム3にはピエヨンブートダンスが収録されます。さらに3枚同時購入特典の配布も決定いたしました。映像にござ映像とか画面にございます。ぜひぜひチェックしてゲットしてみてください。お願いします。はい、さあ続いてブルーレイ &DVD 情報です。テレビアニメ推しの子ブルーレイ &DVD1 が6月28日に発売。第1巻には第1話90分拡大版を収録。初回生産特典はキャラクターデザイン平山環奈さん書き下ろしデジパックに加えて特製リーフレット、絵コンテ集、イベントチケット優先販売申し込み券かっこ昼の部など豪華特典が盛りだくさん。ぜひゲットしてください。はい、11月26日日曜日にテレビアニメ推しの子スペシャルイベントいちごプロダクションファン感謝祭2023の開催が決定しました。出演は高橋理恵さん、私大塚武雄、井駒由里恵さん、半めぐみさん、岩見真中さん、大久保留美さん、伊藤健人さんとなっております。こちらの昼の部優先販売申し込み券が、先ほど言いました通りブルーレイ DVD 第1巻に封入されておりますので、参加されたい皆様ぜひご予約をお忘れなく。はい、続いてコラボカフェ情報です。推しの子とタワーレコードカフェのコラボが開催されます。コラボメニューはもちろん、等身書き下ろしイラストやミニキャラ書き起こしイラストを使ったカフェオリジナル特典、店内装飾&限定コラボグッズの販売など、スペシャルなコラボカフェです。表参道と大阪は6月1日木曜日から、名古屋は6月8日木曜日から開催されます。というわけで今画面にね出ておりますけども、かわいい、かわれこのエプロンつけてますね。いいですね、働いてるんですかね。コースターもいいな。ルビーちゃんノリノリですよ。うん、いいね、コースターのあれなんかあの感じね、レコードの感じがいいですね。おしゃれですね。うん、というわけで皆さんぜひチェックしてください。はい、続いて特番のお知らせです。テレビアニメ推しの子振り返り特番、推しの子は押せるときに押せが5月の31日水曜日に放送決定です。はい、大塚武雄さん、そして私井駒由里恵のインタビューとともに第1話から第7話を一挙振り返りしていきます。はい、ぜひ見てください。ぜひぜひ、 ぜひぜひ。アニメはですね、うん、第8話が6月の7日水曜日に放送配信予定でございます。はい、そして、はい、推しの子チャンネルですね。推しの子チャンネルでは私井駒由里恵によるアフレコレポートやメムチョの動画番組、振付動画ピエヨンブートダンス、出演キャストやアーティストのインタビューや対談動画などさまざまなコンテンツをアップしております。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。以上、推しの子からのお知らせでした。生配信でお届けしてきた推しの子のお話、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、はい、はい、でしたね。いや、盛り上がりましたね。すごく楽しかったです。いや、こちらこそ。ありがとうございました。本当にもうカタカナいっぱい見ました。一生のカタカナ見たかもしれないですね。
ました。はい、あ今来たばっかり。今来たばっかり。もうじゃあぜひね。じゃあもう会いましょうね。あもう一時間ぐらいやりますか。本当に語れないぐらいね。本当に推しの子、すごい素敵な作品なんで皆さんに楽しんで、これからもいただければと思いますけども、はい。ありがとうございました。さてこの番組は各週金曜日の21時に配信されますと言いつつ、次回は来週6月2日金曜日の配信となりますので、お間違えなく。各週じゃない、もうあの台本に書いてありますけれども、各週配信という概念は捨ててくださいって書いてある。大丈夫ですか、あれあれいいんですか。まあね、その先週もね給湯室があったりとかしてね、いろいろスペシャルが続いてましたからね、はい、何ですか、何か作家さんから今何ですか、あ、なんか、ね、何ですか、お別れね、もうお別れのお時間ですけども、あこういうのねということでね、はい、作家さんか、はい、もうみんなメルト大好きだから、みんなメルト大好きなんだから、もうしょうがない、もうこれからもねまたメルトの活躍も楽しみですね、はい、楽しみですね、はい、ということで、はい、終わりたいと思います。ここまでのお相手は赤い役の大塚武夫とルビー役の伊賀真由里恵と、一人にさせねえよな、鳴島メルト役の前田誠司でした。一人にさせねえよ。